皆さんご機嫌いかがですか。リビングライフの時間です。私は埼玉県にあります北本福音キリスト教会の牧師小西直也と申します。今日もリビングライフのテキストを用いて皆さんと共に御言葉の素晴らしさを味わいたいと思います。今日は5月12日、今日与えられている聖書の箇所は旧約聖書の列王記第一、17章1節から16節までです。今日のリビングライフのテキストには、従順に伴う苦難、従順による応答と書かれています。このタイトル、音が何を意味するのか、皆さんと共に御言葉を読みながら学んでいきたいと思います。列王記第一、17章1節から16節。ギルアデのティシュベの出のティシュベ人エリアはアハブに言った。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によらなければここ 2,3 年の間は梅雨も雨も降らないであろう。それから彼に次のような主の言葉があった。ここを去って東へ向かい、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せ。そしてその川の水を飲まなければならない。私はカラスにそこであなたを養うように命じた。それで彼は行って主の言葉の通りにした。すなわち彼はヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに行って住んだ。幾羽かのカラスが朝になると彼のところにパンと肉とを運んでき、また夕方になるとパンと肉とを運んできた。彼はその川から水を飲んだ。しかししばらくするとその川が枯れた。その地方に雨が降らなかったからである。すると彼に次のような主の言葉があった。さあ、シドンのサレファテに行き、そこに住め。見よ、私はそこの一人のヤモメに命じて、あなたを養うようにしている。彼はサレファテへ出て行った。その町の門に着くと、ちょうどそこに、焚き木を拾い集めている一人のヤモメがいた。そこで彼は彼女に声をかけて言った。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。彼女が取りに行こうとすると、彼は彼女を呼んで言った。一口のパンも持ってきてください。彼女は答えた。あなたの神、主は生きておられます。私は焼いたパンを持っておりません。ただ、亀の中に一握りの粉と、壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り、2、3本の焚き木を集め、帰って行って、私と私の息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。行って、あなたが言ったようにしなさい。しかし、まず、私のために、それで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。それから後に、あなたと、あなたの子供のために作りなさい。
イスラエルの神、主がこう仰せられるからです。主が地の上に雨を降らせる日までは、その亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。彼女は言って、エリアの言葉の通りにした。彼女と彼、及び彼女の家族も、長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかった。今日の聖書の箇所は、旧約聖書列王記第一の17章、1節から16節までですけれども、この17章から、この有名な預言者のエリアが登場します。この時代というのは、ダビデ、ソロモンと続いたこのイスラエル帝国が、南と北に分裂して、北イスラエル、南ユダという二つの小さな国になってしまった、その時代の頃ですけれども、この時代に次々と北イスラエル、南ユダに預言者が起こされていきます。その預言者の最初の人間となったこのエリアがここで登場するわけなんですけれども、一節をもう一度読んでみたいと思います。ギルアデのティシュベの出のティシュベ人エリアはアハブに言った。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によらなければ、ここ2、3年の間は梅雨も雨も降らないであろう。預言者エリアが使わされたのは、当時、この北イスラエルの王様であったアハブという人物のところでありました。このアハブという王様は、このオムリという人から始まった、これオムリ王朝というんですけれども、王様が4人続きますが、その中でも力のあった王様でありました。で、この人は、そのフェニキアの、この王様の娘イゼベルを妃として迎えているわけなんですけれども、そのことによって、このイスラエルにバールの神を礼拝するということが入ってしまったんですね。バールとそのための祭壇も築かれてしまうということが起こってしまいました。で、このバールの神というのは、これは豊作の神、この農業をするときにはどうしても農業というのは天候に左右されるので、雨乞いの祈りとかそういうことはどこにでも見られるわけですけれども、この地域にはこのバールという神がいて、その雨をもたらす神、あるいは豊かな収穫をもたらす神というふうにして信じられていたわけですね。で、そういう偶像礼拝がこの北イスラエルには入り込んでいたわけなんです。で、それを実践しているというか行っているそのアハブの王のところに行って、この預言者エリアはこの一節に書いている言葉をメッセージとして伝えるわけですね。この私の仕えているイスラエルの神、もうここからそのバールの神ではなくてということをはっきりその姿勢を示しています。主は生きておられる、そして私の言葉によらなければここ 2、3 年の間は梅雨も雨も降らないであろうというこのメッセージは、実はこのバールの神に対する宣戦布告のような、そのような意味合いを持っているんですね。ですからこれを語れば、アハブを、あるいはその妃であるイゼベルが、もう怒るのは当然のことなわけなんですね。でも、そういうところに、これは神様の、預言者ですから、預言者の世というのは、預かるという字を書きます。神様からメッセージを受けて、それを彼は伝えに行かなければならなかったわけですね。で、それには、もう当然危険が伴います。命が狙われるでしょう。それで、神様はエリアを守るために、この2節以降、このようなメッセージを語りました。2節からまた読んでみますね。それから彼に次のような主の言葉があった。ここを去って、東へ向かい、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せ。そして、その川の水を飲まなければならない。私はカラスに、そこであなたを養うように命じた。とあるんですね。神様のこの
命令に従うということは、このエリアにとっては命の危険が伴うわけですけれども、彼は神様に従ってそのメッセージを王様に伝えました。でも神様はただ命令するだけではなくて、その後のこともちゃんとフォローしてくださる方ですね。ですから、このエリアの危険を案じて、この彼にケルテ川のほとりに身を隠すようにというふうに導きました。そして本当に不思議なことなんですけれども、神様はこのカラスを使って、このエリアの体を養う、食べ物を与えるということをしました。これ本当に不思議なんですが、カラスというのは、まあ、宗教的には旧約聖書では、汚れた鳥というふうに見られているんですね。そういうものを用いられて、このエリア、本当は預言者というのは、このイスラエルという国は神様によって作られた国ですから、国自体が預言者を守らなければいけないはずなのに、今はアハブ王の時代は、むしろ預言者の命が狙われているわけですね。そういう中で神様はこのカラスを使ってエリアの命を守られました。そしてところが、この約1年でしょうか、この7節を見ると、しかししばらくするとその川が枯れた、その地に雨が降らなかったからであるとあるんですね。エリアも困ったと思うんです。雨が降らない、水がない。でも彼は自分では行動を取らないんですね。神様の言葉を待ちました。すると神様からの言葉があって、8節にこう書いてあります。8節、9節。すると彼に次のような主の言葉があった。さあ、シドンのサレファテに行き、そこに住め、見よ。私はそこの一人の、ヤモメに命じて、あなたを養うようにしている。とあるんですね。これもまた、ちょっとびっくりするような命令なんですね。神様が行けと言われた場所は、シドンのサレファテに行ってそこに住めなんです。このシドンというのは、これもフェニキアという国ですけれども、そこはあのアハブの妃イゼベルの出身地なんですね。そのシドンの近くのサレファテに行けということは、言うならば敵地に行けということなんです。そしてそこに住めと言われました。しかも、そこの一人のヤモメに命じてあなたを養う。というふうに書かれています。ヤモメというのは最も貧しい、当時は貧しい人々でした。そういう人がもともと飢饉で食べ物がないのに、このヤモメが食事を持っているとは思えないんですね。でも、そういう、はっきり言うとエリアにとっては非常に厳しい命令だったんですが、エリアはこれにも従って出ていきました。すると、そのところで神様がこの、ヤモメと出会いを与えてくださったわけですね。で、11節に彼女が、取りに行こうとすると彼は彼女を呼んで行った一口のパンも持ってきてください。ところがこの女の人にはもうパンはありませんでした。残っていたのは一握りの粉と少しの油とそしてあとは薪を集めたもの。最後のパンを焼いて、まあそのヤモメは子供と一緒に最後のパンを食べて死のうとしていたわけですね。ところがエリアは彼女に恐れてはいけない。まず私にパンを作って持ってきなさい。これもまた、味方によると何か厚かましい要求のように見えますが、実はエリアは知っていたんですね。主がこういうことを通して奇跡を成してくださる。そして、14節の言葉、有名な言葉ですけれども、イスラエルの神、主がこうおせられるからです。主が地の上に雨を降らせる日までは、その亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。女の人は、そのエリアの言葉を信じて、最後のパンのためのこの粉と油を使ってパンを焼いてエリアに食べさせたわけですね。すると不思議なように16節見ると、エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかったとあります。このように神様がこの指示する命令というのは非常に危険であったり、あるいは不可能に思えるようなことがあるわけですが、そこに従っていくときに、実は神様の不思議な御業が働いて、奇跡を体験することができるのです。それは私たちの信仰生活においても同じであると思います。今日読んだ箇所には預言者エリアとそしてまた
サレファテというところで出会ったヤモメとの出会いなどが記されていますが、エリアもそのヤモメも、まあ、無理と思えるような要求に従っていきました。私たちの信仰生活の中にも、時として神様の命令が無理な要求のように思える時があるかもしれません。しかし、そこに従っていく時に、神様が全能の力を用いて奇跡を行ってくださいます。ですから私たちはいつも主の御言葉に従っていく、その決意が必要だと思います。その時に主が働かれるからです。それではお祈りをいたしましょう。天の父様、今日は預言者エリア、また異邦人であったヤモメの女性、ともに難しいこの要求に従って行った時に神様の奇跡を経験しています。私たちの信仰生活の中にも困難と思えるような要求がある時が神様から来るかもしれませんが、いつも神様を信頼して、神様に従う心をいつも持ち、従っていくことができるように助けてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。